こんにちは、大型のコッコです。アフレコしていきます。日本から持ってきた赤いキツネ、一つを二人で分けて出汁の味に感動しました。昨日に引き続きハワイの海で泳ぎます。こちらもラストです。海側からのホテルを撮りました。防水スマホケースに入れているので、こういう映像が撮れました。もうハワイの海で泳ぐことはないので噛み締めます。宿泊しているホテルのプールに戻りました。ここで思う存分泳ぎました。デッキチェアに座ってのんびりしております。だがしかし、ショートの動画編集に追われて編集をしておりました。ホテルのすぐそばにあるカイフレッシュというお店です。ここはアサイーボールが有名らしいのですが、めちゃくちゃ体が冷えているのでワッフルにしました。他のメニューもすごく美味しそうで悩みましたね。円安じゃなかったらたくさん買ってたと思います。オープン、プレーン。先ほどのデッキチェアに戻り、雰囲気のあるところでいただきます。先ほどのお店が振り返るとここにあります。ハワイではなかなかのんびりできなかったので、最終日こそはのんびりすることにしました。このメープルシロップ美味しかったんですよね。結局海とプールで泳いでヘトヘトです。ワッフルはあったかくてサクサクでとても美味しかった。私はお腹が空いてイライラしてたので助かりました。防水スマホケースにクレジットカード入れてよかったです。このように座ってのんびりしております。立地がいいからカイウラニのホテルでよかったねって話してましたね。ホテルの清掃が終わっていることを信じてホテルに戻りました。はい、マクドナルドに来ました。アメリカンサイズっていうのを体験したいなと思って、マックには絶対行きたいねって話してました。注文方法は対面もあるんですが、タッチパネルにしました。最近は日本でもありますよね。私は日本でもタッチパネル派です。今気づいたけどベーカリーもある。バーガーを選択します。うわーすごい。どうする、安いね。安いか、なんかちょっとバグってますね。結構日本人の方がいらっしゃって驚きました。ポピュラー飲み物なんですけど、水を選んだらペットボトルの水がもらえるらしくて、水を持っている方が多かったです。私たちはアメリカンサイズのジュース飲みたいねって話してたから、まあジュースを選んでもよかったかなと思います。ベーコンクォーターパウンダーチーズバーガーにしました。日本にはないメニューを選びたいねって話していて、そちらを選びました。最初かな、これする、うん、そしてもう一個はトリプルチーズバーガーにしました。トリプルチーズバーガーは日本ではないはずですよね。食べ過ぎだけどな。3つ目とあプラスか、うん、じゃあファンタ、ファンタオレンジ、うん、別にいらない、いらない。番号札を取ります。ここで最後の注文ページで数字を入れる画面が出てきました。カードの暗証番号を入れるのかなと思ったんですが、暗証番号ここで入れるかなと思って翻訳アプリで翻訳したところ、番号札の番号を入れると書いてました。皆さんもお気をつけてください。こちらウェットティッシュですね。珍しい。ハワイの幕おしゃれに見えます。無事にテーブルまで届きました。あれでハンバーガー小さくない？こんなもんなのかと思いつつ、オープン。あ、分厚いですね。正直個人的な感想ですが、日本のハンバーガーの方が美味しい。ポテトはまあ一緒の味でした。どちらもベーコン入ってなかったんですけど、ダブルチーズバーガーの味がしました。ドリンクはアメリカンサイズ。ホテルに戻って洗濯をしました。洗濯は結局毎日してましたね。こういう感じで干しておりました。洗濯バサミは必須です。洗濯干す場所がないのでラナイで干すしかない。ショート動画に洗濯の方法動画あります。
お次はハーゲンダッツに来ました。ハーゲンダッツは日本から撤退して悲しかったんですよ。中学生の時 USJ で買ってもらえなくて、バイトできるようになったらと思っていたらもうなくなってました。そんな思い出があるハーゲンダッツ、やっとここで購入することができます。いろんな種類があって悩みましたね。ショート動画で注文していたところ載せました。ぜひ見てください。ハワイってペパーミント味って流行ってるんですかね。赤色で見た目はイチゴみたいで可愛いんです。ハワイアンクッキーにもあって、私はミント系が苦手です。日本の人気の味、ピスタチオにしました。ナッツがもうゴロゴロ入っていて本格的でした。こういうフラペチーノ系っていうんですかね、そういうのも美味しそう。本場のピスタチオっていうお味でした。最後の楽天ラウンジです。毎日通ってました。ハワイで定番のライオンコーヒーを飲めます。マッサージチェアも実はあるんです。受付で予約します。ここは人気でいつも人がいっぱい。1日1回までで全身マッサージが20分間できます。マッサージ機が私はちょっと苦手かな。痛いって言ってますね。次はロイヤルハワイアンセンターのフードコート、テラス席があったのでそこでいただきます。 L&L 2回目です。 L&L クーポンと検索すると10%オフのクーポンが使えますよ。名物のチキンカツを選びました。ボリュームすごくないですか。本当お得だと思います。別添えのソースがあって衣がサクサクでした。ここのガーリックシュリンプが忘れられなくて2回目です。ガーリックシュリンプの下のキャベツがソースと絡んですごく美味しい。エビの殻まで食べられます。とても本当に安くておすすめ。本日は金曜日なんですが、ヒルトンの花火が上がる日です。そっか、この場所で花火を見られることができるんだと、この時は余裕ぶっこいてました。ハワイの道は広々として歩きやすいのに、とっても人が多い。夕飯全部食べることができなかったので、ホテルに持ち帰ることにしました。ホテルの目の前の道路だし花火すぐ見られるじゃん。ギリギリまでホテルで待機していたところ、ここはカイウラニのプールです。夜めちゃくちゃおしゃれでびっくり。ホテルでヒルトン花火のこと調べていると、人がたくさんいる道路から花火見ることができないって書いてて、花火が上がる場所がちょっとこうくぼんでるんですよね。確かに花火上がる場所から遠いし、ビルが多いから見えなさそう。じゃあ、あの場所取りの人たちは何なの？慌ててホテル出てヒルトンの近くまで行こうとしたんですけど、人が多くて前進めなくて、シェラトンホテルの前のビーチまで行けました。しかし花火の音だけで何も見えなかったです。ヒルトンの花火見たい方はヒルトンの近くまで行った方がいいと思います。そしたらなんとパレードが始まりました。ネットで検索するとワイキキホリデーパレードという年に1回のパレードのようでした。まさか花火とダブルブッキングするとは思いもしなかったです。年1回のパレードを見られるという奇跡ですよね。結構長い時間やってました。ここはメイシーズという百貨店です。本日はなんとブラックフライデーだったんです。まさかブラックフライデーにハワイにいるなんてびっくり。全然気がつかなかったんですけどね。化粧品のハイブランドがお安かったです。日本から撤退したブランドとかもありましたね。ホテルの帰り道なんですけど、この道が近道だってことに最終日に気がつくという失態。ここがお昼に食べたカイフレッシュです。ホテルに戻り帰国の準備です。寂しいよと思いつつ今日という日を終えました。本日の支払い額、
デイ5感想。マックは日本の方が好き。サムライバーガーしか勝たん。以上、ハワイデイ5でした。次回で Vlog 最終回です。ホテルから見るハワイの夜を噛み締めながら、帰国の準備をします。たくさんの思い出ありがとう。最後までご覧いただきありがとうございました。次回予告。さよならハワイ。Goodbye!